京都女子中学校、高等学校は、京都府京都市東山区今、熊野北日吉町にある浄土新州本願寺派の私立、中学校、高等学校、通称、京女。親鸞の仏教精神に基づいた上層教育に力を注ぐ。 1> 週1時間の宗教の授業や朝の礼拝をはじめ、楽しい花祭り行事や厳粛で壮大な学園全体で行う講談会などの様々な仏教行事がある。ただし、行事の中には自主参加のものが多い。現在の制服は高校がブレザー、中学がセーラー服である。中学のセーラー服は昔からずっと受け継がれている。交渉の模様は 下がり藤を衣装化したもの。それは、本願寺の門どころ、下がり藤が頭を垂れて、薄紫に咲く姿に、謙虚な女性を彷彿させることに由来すると、伝えられている。創立当時は、制服が着物であったため、交渉は、下がり藤に、京都という文字を入れた円形のバックルであった。戦後になって、中学生が銀色、高校生が金色の交渉をつけている。 推薦入試、洗顔受験、一般受験がある。A 日程と B 日程とがある。別に付属小学校からの内部進学制度もある。ほとんどの受験生が第一志望。2、3類型のみ募集。平眼に使われることが多い。国語、算数のみの受験。入試の詳細については公表されていない。スポーツ選手から歌手まで様々な分野での活躍が見られる。 ありがとうございます。